第2曲です。まあ、それでも日向が2番手なんですが、もう魚谷がすぐ後ろまで迫ってきました、はい、トップは変わらず大島です。そして第2曲、さあ魚谷はここが勝負の親番、3番手から浮上なるでしょうか。いや、しかしハイパイは厳しそうだ。これをどういうふうに仕上げていくのか魚谷。一方大島はマンズ2メンツ、あ、ドラドラ、なるほど、なんか聞いています。日向プロは枠津が早々に仕掛けました。まあドラですからね、ドラのなんですから、はい、ここはポンして、あとは、まあ好みですね。指運っていうところもありますね、これね、まだ馬強がわからないんで、なるほど、大島プロこの手から難を話したんですね。マンズの一通を見たんじゃないですかね、間違いない、間違いないですよね、これもうダイレクトに行くならスーピンだし、選択はありますね。上茶なんですよね。でも現状トップ目なんでね、上茶というところが非常に難しい。はい、進みます。パーソーが入ります、難しいですよね。おあ、これはこれはもうこれはしかしこれで枠津が泣いて天敗だ。ヤンピン9ピン、日向プロは染めていってるのでしばらく9ピンは出ないですかね。なるほど、はい、あ、でも出る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 、ここで出るんですか。今チューンが重なったからですね。そうか、はい、いやー、何ドラさ上がった枠津、猛チャージです、そして魚谷の親番終了です。